こんにちは。今日はシュッシュを作っていこうかなと思ってます。っていうのも、これあるものを作ってたんですけど、まあこの円が飴でんだったら、ずっとこう円にあんでいって、まあ普通にシュッシュ作れるんじゃないかなと思って、まあ、めっちゃ可愛くなりそうやし、オパールケイトでねやれるんじゃないかなと思って、で大体これぐらいの太さにしたら、まあ割とクシュクシュボリュームがあるものが作れるんじゃないかなと思うので、まあこれぐらいにしようと思った時に、まあちょうどいいわと思って目数も数えれるしと思って、こうやってね入れてみたら、見て、でここを数えて、ここの数を円で作っていくだけなんですけどね。1234567891019201121212321224あるので、あとこれでずっと編んでたんですけどね。24鎖編みをして円を作って、24ここから1234567891011121314して、まあ、普通に円を編んでいこうかなと思います。一応ねじれてないようにこう見てねで、まあこうつけようかなと思います。このここに、まあ2本向こうにとってもいいし、まあどこでもいいと思うんですけど、こうやってねつけて、でまあ最初は細編み、これは引き抜きでつけるんですけど、立ち上がり1つで根元から細編みを1つずつ入れていこうと思います。でこれも巻き込んで入れていこうかなと思います。こうやってね、まあ最初はやりにくいのかもしれないんですけど、で後々またこの V の中を取っていくので、まあゆったり編んでいこうかなと思っています。こうやってね、この鎖編みも結構ゆったり編んでるので取りやすいですね。まあ裏山を取ってないっていうのもあるし、まあ裏山取っても取らなくても別にいいと思うんで、まあ今回はこういう感じでやっていこうと思います。それでまあ5号で編んでますね。なんかこの指定がね、多分5号が指定やったかな。まあ、3号から4号は指定なんですよね。それを5号で編んでるから、まあなおゆったり編めるのかなと思ってそれでまあね、これが端になるので、まあ、これは2段目でまた巻き込んでいこうかなと思っています。まあそんな感じで、端になるところは、まあ、端に糸端が出ないようにやっていったりとかするんですよね。でもあとあとつなげるから、まあいいはいいんですけど、一応2段目でまた巻き込んでやっていこうと思うんですよね。こんな感じで一緒やっていきます。1つずつ、まあここまでこうやって手前1本置いてますけど、まあどこを取っていってもいいんですけど、まあここの手前1本入れるんだったら入れるっていうので、ずっと統一してる方がいいですね。裏山取るなと裏山みたいな感じで、まあここですね。やって最後までやっていきます。最後までやってきました。そしたらここもねじれないようにして、まあここを一番最後の取って、で最初の細編みのまた V のところにまたいきなり入れて、立ち上がりをせずにこのまま細編みをしていきます。まあこれでずっとねやっていこうと思うんですよね。まああとはもうずっとひたすら幅を増やしていくだけっていうか、まあここを一回一回ね入れていくと大変なんで、まあだいたいこの辺が一番最初かなっていうところでいいと思うんですよね。ここに入れて、まあ、ずっとね、まあ、何段っていうか、まあだいたいの長さのところまでこう編んでいこうかなと思っています。まあこれもね結構果てしないと思うんですけど、
いや絶対可愛いだろうなと思って、こういうね網目でシュシュまあ硬いかもしれないんですけどね、ちょっとやってみないとわからないなと思ってやりだしてますそれでめっちゃ可愛かったらね、いろんな糸で、まあ、オパールケイトもねいろいろあるじゃないですか、いろんな糸でやったらねめっちゃ可愛いんじゃないかなと思って、なんかまあ靴とかねポーチばっかり作ってたんですけど、まあ、これが可愛かったらもうこのシュシュばっかり作ってまあ多分そうなると思うんですけど、まあ、ちょっとねやっていこうと思います。で一番最後つなげるところもね全然想像つかなくって、今のところまあなんとかなるだろうなっていう感じでちょっと編み進めていこうかなと思っています。まあつなぎ目はね本当になんとかなると思うんで、こんな感じするとね何段かっていうか何センチか、まあ何センチまで編みましたみたいなことをまあ言っていこうとは思ってるんですけど、こんな感じで編み進めていきますね。ではやっていきます。で大体私が持ってるゴム、このヘアゴムと同じぐらいかなっていうところで留めてみたんですけど、まあまだまだ編まなきゃなと思うんですよね。まあこれでちょっと入れてみたら、ちなみにやってね入れてみて、なんか結局ねこうやってヘアゴムをくくるところが出てくるんで、やってね、だからまあイメージ的にはまあこれぐらいくくるところいるので、まああと半分ぐらいですかね、あと半分ぐらいってね、今の長さをもう一つ編もうかなと思ってるんですよね。うん。まあどうやって決めたらいいか。まあとりあえずね、ここでマーカーをつけて、ここでね、今編んでるところ。で、ここをこう印つけといて、で、あとこれだけ、これと同じだけ編むっていうことで、していこうかなと思います。まあ、だいぶ編まなきゃですね。まあちょっとやっていこうと思います。はい、こんな感じで編んできました。で、まあこれぐらいかなって思うところはさっきのこの半分、あと半分編みますっていうところで、まあこれぐらいかなって思うんですよね。で、まあここで、まあちょっと確かめようかなと思います。まあこういうふうに、まあこれは裏なんですけど、まあ、ちょっと難しいかな。こうやってね、ちょっとクシュクシュとしながら、こうね、こっちからゴムを出していきたいんですけど、こっちから見てから、痛いか。感じで、まあいい感じじゃないかなって思うので、ここでもうちょっとくくるんでもっと狭まるんですよね。でこんな感じいけると思うんで、まあ、ちょっと硬いかなとか思うんですけどね、これを裏返してやっていこうと思うんですよね。でまず、まあ、ここは一回こうカットしとこうかなと思います。でシュッと抜いて、まあね、この時にいつも、まあ、ここで一つ飛ばしてこういう風にやってたんですけどね、まあ、ここはまた何回かやってみたらね、今これで終わってるところを次のところで、まあ、一回引き抜きした方が綺麗かったので、こうやってね細編みじゃなくてここで引き抜きで、これでシュッと抜いて糸始末した方が綺麗かったんですよね。で、ここかな。1個飛ばして、ここ。で、こんな感じね。いつも通り糸始末して終わるかなと思います。まあ、ここはね、長く置いといて、かがる感じでも良かったですね。あ、忘れてましたね。で、この出てきたところに戻って、まあ、1回切ってしまったものはしょうがないので、まあ、こういう風に切ったら切ったで糸始末をして、終わります。
な感じに。で、あとはちょっと裏返してちょっとやっていこうと思います。こういうところを全部取って、まあいろいろ印をつけてたんですよね。こんな感じで、まあ、ここはね、最初ここ始まってずっと追いかけたらいいんですけど、それはもう面倒なんで、まあ、まあこうなったらね、まあ、ねじれてても可愛いと思うし、こんな感じで裏返していこうかなと思います。ちょっと裏返すの難しいかな。こんな感じで、めっちゃ可愛いですよね。これ裏でも可愛いですよね、柄が。こうやってやっていきます。めっちゃ可愛い。でも結構しっかり編めちゃうからね、これでもやっぱり柔らかく編むには棒針で編んだ方がいいのかなって思いますけどね。でもかぎ針でできるっていうこの魅力私はかぎ針でやってよかったかなって思うんで、まあ、こうやってね、裏返していこうと思います、はい、こんな感じで、またさっきみたいにゴムを通してここでくくろうかなと思います。あ、でもこれで一回ちょっと長さを測ってみますね。長さ測ってみたら28センチ、すごい編んでますね。28センチの、あ、ここは別に関係ないかな。4センチぐらいですかね。なんか太くなってる部分と、まあ編み加減がちょっと違うんでしょうね。まあこんな感じで。で、ちょっとまたね、さっきみたいに通してくくろうかなと思います。こんな感じでゴム通してきました。で、ここでゴムをね、くくります。ああ結構グッとくくってる方がいいですね。中で見えなくなっちゃうところなので、グッとね、グッとくくって、まあここでつなげていこうと思うんですよね。どうですかね。めっちゃ硬い。だってこれもこう巻いた方が可愛いかもしれないですね。どうだろう。まあ。このまま巻かないで、このままずーっとね、まっすぐつけてきても可愛いと思うし、こんな感じでね、ちなみになります。まあどうですかね、どっちでも可愛いと思うんですけど。まあ私巻いていこうかな。巻いて、巻いてみようかな。こんな感じで。それでちょっとね、まあここつけて、で、つけてからまたこうバランスを見て、やっていこうかなと思います。で、結構可愛くなるんじゃないかな。この時点でも可愛いですもんね。これにつけていこうと思います。で、この糸を、まあ糸もね、切らないで置いていた方が良かったかもしれないですね、やっぱり。で、こういう風に糸を針を刺して、で、まあどうしようかなと思うんですけどね、この付け方。まあここの V の中と、あれ、こっちの V の中と向こうの V の中を取っていくっていう感じで、まあ簡単につけていこうかなと思います。こうね、こういう風にして、で、ここはちょっと置いといて、なのでこういう風に持って、で、今入ったところのその次 V のとこ取って、で、次の V ここっていう感じでね、まあ取っていこうかなと思います。こういう風に、ここなので次はここみたいな感じでね、一個ずつ、それかこうやって中にしてかかった方が見えにくいかな。
これだとね、こういうふうに、なんだろう、こう変わっていってるのが全部見えていく感じですもんね。まあどっちにしても見えるのかな。まあこれでちょっとやってみて、まあこういう感じになるんですよね。なので、こう折って、こっちと、こっちの2本を横に取ってみようかな。横に取って、で、向こうも横取って、で、こっちも横取ってみたいなことしようかなと。で、こっちも横取って、こっちの方がまだマシかな。あ、この方が綺麗になるかも。あ、綺麗ですね、こっちの方が。うん。いいですね。で、また、この、ここですよね。ここを取ってます。ここ取って、また次も、ここの次、この横の V のところを横に取ります。あ、これ綺麗ですね。こうやってつけていこうかなと思います。あ、めっちゃ綺麗ですね。これでちょっとやっていこうかなと思います。ではやっていきます。最後までやってきました。で、最初はこれなので、これと、まあ最後のを一回くくろうかなと思います。こういうふうにね。もう一回くくっとこうかな。くくって、でも普通に糸始末して終わりにしようかなと思います。まあ、あの表に出ないようにちょっと中で引っ掛けて、で、こう普通にね、ここもちょっとシュッと中に入れて、で、これはもうカットで終わりにしようかなと思います。で、こっち側も同じように、さっきと同じように、まあ、この中に入れて、で、中のちょっと表に出て、まあ出てきてもね、まあ目立たないのでいいと思うんですけど、まあどれ、何個かこう引っ掛けて、で、違うところに出して終わりにしようかなと思います。こんな感じで。まあ、この編み方でね、このシュッシュやってみたんですけど、まあね、ちょっと硬いかなと思ったんですよね。硬いし、まあ、もっとあの長く編んでした方が良かったかなとかね、やっぱいろいろ課題が出てきますね。まあいい感じはいい感じなんですけど、まあ結構どうやろ、二重にもまあ使えると思うんですけどね。でもやっぱりただね、編み地が太かったかな、分厚かったかなと思って、やっぱりやるなら棒針かなって思いましたね。メリアス編み。まあこれはこれでちょっと可愛いので置いとこうかなと思います。こんな感じで来ました。まあこの見た目はめちゃめちゃ可愛いんで、まあぜひやってみてください。まあ、ここからなんか違うものもできると思うんですよね。こうなんか細く編んでとか。まあ、私は今ちょっと浮かばないんですけど。ここもね、つなぎ目のとこ、ちょっと、こう、ねじって、隠せたらなとか思うんですけど。まあ、無理かな。まあ、バッチリ、わかりますかね。良ければやってみてください。ちょっと薄っぺらくなってね、なんか雰囲気的にちょっと私の想像とは違ったんで、まあまたリベンジっていうかね、違うところでまたやっていくかもしれません。まあシュシュもね、なんかこうやって作れたら可愛いなとか、まあ想像してたものをやってみるとまた違いますよね。でもやってみたことで、まあ、次はまた
こうしようとかいうのが出てきたから、まあ、やってみてよかったかなと思います。こんな感じで今日は終わります。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。